先はまだ先です。岩のり半島林林暴風林。ここまで来ると猫感結構溜まりました。ただし使いどころが難しい模様。編成はレベル20以下です。まだなんとか攻略できるな。一手が欲しいところ。紹介も済んだので、参りまするぞ。経過報告なので倍速。時間稼ぎをして資金を準備できたら、いつものように一気に決めます。敵の出撃が遅いから、準備は十分できたな。ゴリさんは厄介ですが、もっと厄介な敵もいるので今更です。もうしばらく経ったら苦戦するステージになるから、準備は進めておかないとな。ゴリさんを足止めして時間稼ぎ、間引きと準備を進めていつでも進行できるようにしたら、大型を出して資金調整と移動速度の調整。攻略全体は3分ほどだが、敵の性質上無駄がやや多いんだよな。敵の攻撃頻度の関係上、それなりに出資は必要。その時の起点を考え、見逃してからでは遅いので刻々と変わる状況に合わせます。ハリケーン出すの遅すぎじゃね。おまけに白ガルも遅いと思うんだが。ゴリラの大群までに状況整理できれば問題ありません。お嬢は遅れることになりますが、姉さんがゴリさんに鈍足、地蔵がゴンザレスとブラッポリを牽制、結果間に合います。無駄に無駄がないから腹立つな。大狂乱の島の代わりにムート入れておいた方が良かったんじゃね。ゴリラの数減少に合わせて島を出していきますが、確かにムートの方が効率良かったですね。地蔵と島の大群もいいが、とどめ用のキャラが欲しいところだな。いざって時の安心感が島にあるものだからついね。でも終わります。経験値を増やすことに成功したら、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。素材も集めないといけません。エンジェル砲が欲しいもんな。